セロデ・ラスメーサス。セロデ・ラスメサスは、メキシコ・ベラクルス州南部に所在する遺跡で、トレス・サポーテスからは、西北西約 100km、アルバーラード湾の西方 24km、ブランコ川の南沿岸の小拓地とその無名の支流に囲まれた、やや小高い砂の高まりの上に立地する。この小拓地は、雨季である6月から12月にかけては水浸しになり、 通行不能で居住に適さないような湿地であるが、寒気には乾いて現在では良好な牧草地として利用される。この小宅地にはやや小高い砂地の高まりが分布しており、その高さは一見しただけではどれほど高いのかわからないほどで、一番高低差があるものでも45から60センチメートルほどしかない。このような高まりは雨季になると、 この小宅地に島のようにあちらこちらに点在するようになる。このような小宅地の地形が数平方キロメートルにわたって広がっており、そのような高まりの中でも比較的大きなものの上にセロデラスメサスのマウンド群が立地している。1941年にマシュー・スターリングとフィリップ・ドラッカーによって引きられたスミソニアン研究所の調査隊によって先古天気中期から 五個天気候期までの相違が確認されたほか、多数の石碑や石彫り、翡翠製品が確認された。石碑や石彫りには、オルメカの伝統を受け継いだ、ジャガーイコール人間が顔の下半分につけた仮面表現されたり、頭飾りにつけている神官のような人物が刻まれる。またこれらの石碑の中には、長期歴を刻んでいるものがあり、石碑六号には、点一、 12.14,10、石碑八号には、9.4、18.16,8の日付が見られる。石碑、石堀に刻まれた文字には、オアハカ州のモンテアルバンの石碑に見られる。サポテカ文字に由来するものも参見される一方、イサパ様式やコツマルワパ様式の影響を受けていると思われるのも見られる。トウシトラの肖像に似たカモのくちばしを持った怪人像も発見されている。 なお、突起すべきなのは782点という帯だしい、量のカワセミの石彫りが古天気前期の段階で一時的に埋められているのが確認されたことである。これらの翡翠製品の中には、グアテマラのマヤコーチ、モンテアルバンの影響を受けたものや、一定量のオルメカの伝統を忠実に受け継いでいるものが見られる。これらの翡翠製品は、オルメカのように儀式を行う際に用いられたと、 推定されている。セロ・デラス・メサスは、古典紀前期段階で、テオ・ティワカンの影響を強く受けており、円筒型三足土器カンデレロ、天神トラロック神の顔を様式化した壺テオ・ティワカンでは、おなじみの神々を模した土偶などの出土が見られた。マシュー・スターリングは、1943年に、アメリカ民族学局で観光したストーンモニュマン、オブ・サザン・メヒコの中で、 セロデラスメサスの石碑6号と8に刻まれた人物は衣装が告示しており、石碑5号とチャペルテペックストーンに刻まれた人物がよく似ていると指摘していた。ジャストソンとカウフマンは、石碑5号の日付が9.4、14.1、4と解読できることから、石碑6号と8号の人物が同じ人物と考えた場合に、石碑6号の長期歴の日付は9.1、 12.14?10? で、石碑8号の日付は 9.4?16.18?8? で65年間の開きがあり、在位の年代と考えた場合に不可能ではないが、長すぎること、年代的に重複してしまうこと、衣装は似ていても頭飾りがほとんど似ていないことから、別の人物ではないかと考える。ジャストソンカウフマ 2008?pp 179から181。 一方、石碑5号とチャペルテペックストーンに刻まれた人物の頭飾りは酷似していて、マヤやサポテカでは、頭飾りに個人内し特定の人物を表す表現が用いられていることからも同一人物と考えられこと、ラモハーラ石碑1号に刻まれている王の頭飾りに、あるものと同じ王を表す設備時にも使われる担当を表す文字、トゥークが含まれていることから、 同じ王を表現していると考える。石碑六号と石碑八号の人物が似ているのは、衣装や姿勢が似ていること、文字が刻まれている部分に手を上に向けた文字が刻まれていることから、同じ儀式が行われたことを表現していると考えている。セロデラスメサスの王の即位順として、石碑六号の王、468年、5世紀後半。 石碑五号及びジャベルテペックストーンの王、528年、6世紀、初め頃石碑八号の王、533年、6世紀、前半。ドラッカー、フィリップ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。